はい、タビちゃん回ってますよ。うん、ちょっと久々にアンティカードのタビちゃんね。ねえ、やば、寝てるやん。いや、まだ12時ですよ、昼間。眠い、なんか眠い。いや、終わった後もすぐ寝てんだってなるよ、これ今。終わった俺が明らかに終わった後なのに、あ、全然テンション低いじゃんって今なってる。イメージが悪いよね。イメージ悪いけど、大丈夫、おじさん。なんで回したんだよ。イメージ悪いよね、なら回すなよ。木の底に落ちたんじゃん、イメージ。やったよ。急に回すからでしょ。ちょっとじゃあサムネっぽくこう、ヤマトやって。ちょっと待って、ヤマトだけでいいの。あ、ルッチでヤマト。いやいや、これはもう、大勝利、ね、上がってからね、動画がね、さすがに。そうだね。ちょっと待って、スリーブ入れてからでいい？え、えぐ、あ、いいっすよ。えぐ、えぐ、この3枚、2枚決めるってなってもむずいな。いや、えぐいよ。マジで神引きだと思う。よかった、俺一応デッキだけ持ってきててよかった。これなかったら終わってた。すごいなぁ。ねぇ。どれが一番嬉しい？いや、やっぱヤマトかな。ヤマトは持ってない。一枚もそもそもヤマト持ってないからさ。あ、そうなんだ。そもそもやつもないの。そう、持ってない。そもそも持ってないから。ちょっとヤマトないか。ウタちゃんは当たってたか。ウタの、しかもあの、いや、ウタは別にあのシクパラは当たってない。シークレットは当たってたけど、ね、シークレットは確か2回ぐらい当たったかもしれない。そうそうそう、ね、あ、結構出てたんだよ ね。普通のシークレットは別にあの出るは出るから。出るもんね。ただそれのパラレルだからね。でもそう思うと前回カタクリ引きすぎだからね。いや、このレベルは引きまくってるわけだから。うわぁ、うわ、いや、これは神引きだな、マジで。楽しいね、開封は。開封楽しいよ。やったー。はいはい、これでもちゃんと持てる、普通にね。うわ、えぐ。やったよ、これで。これすごいことになってんな。はい。いや、ヤマト嬉しいね。いや、これしかも箔が違うんだ、この何、このザラザラ加工みたいなのが。このワノ国っぽい煙のとかがなんかこうザラザラしてて、他してない。はいはいはい。もう作りがもう異常にすごいわ、これ。おじさん黙ってはけたけど、あのおじさん疲れすぎ。片付けしてんのね。いや、すごいね。ねえ、やったぜ。次どうなるんですか？あ、もう出ちゃってるかな？あ、でもまだか。いや、この動画がもう出てる頃にはさすがに多分リストは出てんじゃない。リストは出てるか、うん、え、次のあのトップはもう出てんの？いや、パラレル出てないっす。あ、出てないんだ。取っていい、これ。いいよ。うん、誰か、あ、表紙でも、まあ、表紙の人は限らないのか、まあ、ビビじゃない？わかんないけど。第4弾コミックパラレル王国だもんね、次はね。第4弾第4弾で、ミンゴ出るんでしょ。ミンゴ出るよ。ミンゴは何色なの？緑紫。なんか難しそうだね。全員混色だから。あ、そうか、そうか。そう、全員混色だから、もう本当に難しいと思う。結局誰が強そうなの？ミンゴ、フジトラ、レベッカかな、現状ね。現状今通ってる人ね。レベッカとか強いの？いやー、めちゃくちゃ強いね。何、どういうデッキやん？リーダーはアタックできないんだけど、うん、一ドン使うと、うん、デッキから2枚見て、うん、ドレスローザを持つキャラを手札に加える。え、もうデッキから普通に。あ、で、ごめん、上から。おお。いや、ワンドロー、毎ターンドローがある。一ドンで。あ、じゃあ、そっか、実質普通にドローと、それでそうそう、だから毎ターン2枚、毎ターン引けちゃうんだ。そうそうそう、強くない？でも、手札が6枚以下の場合、あの条件はあるけど。ああ、条件がある。で、プラスで、コリータコロシアムがめちゃめちゃ強くて、うん、コリータコロシアム一ドンでステージなんだけど、うん、リーダーがドレスローザーの特徴を持つ場合、うん、おお、おっしゃった。星さんだ。自分のキャラは出たターンにキャラにアタックができる。だから出た、キャラにのみアタックできる速攻が付与される。全員。強そう。でもリーダーがアタックできないから、まあちょっと条件は条件であるんだけど。いや、でも強い。で、プラスでキングコングガンとかのルフィのギアフォースとか。うん、で、俺はもう絶対レベッカ使う。誰かみしめた星さん締めさされてんじゃん。キレイさんだ。あざーう。じゃあ今ちょっとタビちゃん撮ってます。タビちゃんなんで全然ダメです。ダメです。ダメです。ダメ。そんなしっかり撮んない。いやいやいや、しっかりタビちゃん撮ってる人なんていないよ、ここすごいカード当たって。いや、めちゃめちゃいい引きだったよ。これ、ここいい。あ、そう、これは捨てていい。で、箱は取っていいよ。
あそこでもここで捨てないからそういう間違いが起きるんだよ。いや、僕も俺はもう今後気をつけるわ。もう箱には入れない。違うの、間違えて。1、2、3弾を開けるって言ったんですけど。第1弾、第2弾、第3弾開けようと思って、俺これ持ってきたのね。これ持ってきたの。で、これ新品だと思って持ってきたら、もうすでに開けたカード。やばいでしょ。怖い。恐怖でしょ。恐怖でしょ。恐怖で、何のドッキリなの。いや、恐怖なんです。何ドッキリ。怖いことしてます。そう、ただのポンコツです。しかも家にあるかも不安になってきたっていう。ないかもしれない。でも、かっこいいでしょ。すごいでしょ、それ。え、これ主人なの？ほんとに、マジで覆われたからね、それ覆われるから、そんなしたら手裏剣にはしないよ、絶対。あの、この辺だったら最悪、まだダメだけど、ダメだけどこれはダメよ、絶対。え、そんなに、なにこれ、すごい。いや、この3枚は超レアですね。え、あの、高い。え、どうなんだろう。今いくらなんだろうね。高いといえば高い。ちなみに調べてみる。ちょっと調べてみようかね。調べるだけ。サビちゃんもね、ちょっと見てみようよ。一応ね、絶対高いだろ。素人やんな。素人というか、やっぱ野人馬はやっぱ、ね、値段でちょっと気になりますよね。値段で、まあ、値段が人気ですからね。そう、それでわかるんです、すごいから。今のところがわかる。キラキラしてるからすごいってなる。今のところでまあね、まあそれがね、キラキラしなかったらもうすごくない、まあ、確かに人によってね、わかんない、そのやっぱり、ま、そのどんだけレアなのかっていうのが分かりやすいからね。そう、そういいですね。あんまりね、あんまりうちではやらない。だってルッチーだもんね。ルッチーとかね、多分ヤマト、ヤマトちょっと見てみましょう。あとまあリンリンかな。でもリンリン多分第3弾は流通量がすごい増えたと思うから、多分ヤマトなんじゃないと思うけどな。レアな、レア度合いで言うとね、ヤマト8000円とかしますわ。だってこれ1ボックス5000円なんだから。え、元取ってんだよ。やばー、売らないですけどね。うん、やばー。アンピカードは売らないな。タカシ売ってるってなったら結構やばいな。やばいね。まあいろいろなんかやばいと思う。融資のお値段もちゃんとそれは報告するよね、やっぱ。報告する、ね、そういう状況だって説明しようよ。もう苦しいですよ。家族がもう、まあ、今よね、子供が塾通えませんとかね。そう、だからそ、なりだしたらね。そしたら本当頭下げてみたいな。いや、でもそれでも売りたくはないけどな。それでも売りたくないけど。すごいでしょ、うん、すごいね。リンリンはちなみに今そういうの揃えて使う最強の、そう、デッキを作ってね。そうそう、まあでもこれはまあコレクションかな。だからこれはそういう意味でのパラレルレアって言って、使わないんだ。絵違いなんですよ。普通のじゃなくて効果は一緒なんだけど絵がレアっていう。そうかそうか、そうそうそう、ね、効果一緒だから、もう枚数がそもそも世の中で少ないやつなんで、そのうちに偽物とか出回るんじゃない。全然ある。えっ、あるよね。見たよ、見たことある。えで、しかもそれをお店が買っちゃってみたいなの、なんかツイッターでちょっと見たことある。偽物の箱売ってんの。箱じゃない、これはこれ自作して、やばっ、ね、リンリー3000円ぐらいだって。あ、そうなんだ。それでもすごいね。すごいよね。でもだいぶ落ちたよね、やっぱね。そう ねだからもう流通量増えたから、うん、そんなんやばい、ね、1枚3000円って考えてすごいよ、ね、ちょっとってすごいし、今後まあでもすごい精巧に作ってさ、分かんなかったらさ、うん、使ってる人いるかもしれないね。いや、いるんじゃない。すごい、もう本当に偽札のさ、いや、そうそうそう、そういう最強のグループが。今後これを開けないで一番高くなるっていうかね。ああ、第1弾とかね。ああ、そうか、そういうパターンもあるの。そうよ。いやー、まあ、本当だからいずれだよね、うん、だからそもそも持っておいた方がいいよ。誰だこれ開けてないと思いながら、どん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 しかない、どん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 無限のどんマジでミスったわ、本当にミスった。すごいね、ミスったカードは。本当ミスった、みんなで開けたかったのに。レアなタロットカードとかもあるんですか。売らない。あるあるよ、タロット。あんまレア知らないけど。そうか、タロットはやらないですよね。でも有名なのだと、あの画家のダリ。ダリ、うわ、おもろ。え、もうそんな奥とかすんじゃないの。いや、そんなにしないと思う。だってダリって、ダリってダリ、ダリ有名な画家の人だよ。ダリ、ダリ、あのなんか時計が溶けてるような絵を描いた時計、ピカソってこと。ピカソとかそういう、まあまあ、レベルの人だね。なんか並びが特殊のやつなんですか。あ、作ったのハードって。こんなの、すごいね。ロールドシーよ、有名なの。そういうなんか有名な人が作ってるタロットってやっぱあるんだよね。小田さんにそのタロットやって
ってくれればいいね。先生はタロットじゃなくてカードやってくれ。なんでタロット作るの、和田先生。ワンピカードのおかしいな。お願いするから。ワンピカードの方はもう書かないんで、タロットの道に行きますって。なんでタロット行くの、和田先生。言ってほしいね。北斎とか作ったいの？その時代に。どの時代の？あんま関係ないのよ、時代とかあの国とか。なんか多分それおかしいだろ、北斎作ってたら。怪しいと思わなきゃいけない。多分北斎モデルのどっかの業者が作ったんだろうなっていう。出回ってるだけだなって。そうか、おもろいね、タロットマニアみたいな人もいそうですね。でもなんかタロット博物館かなんか、ね、ああ、ありそう、確かに。何でも集めたら楽しいっすね。そうだね、カードがね。星さんなんかあの、星さんの何つく使いますっけ、道具。道具ね、サイコみたいな。あ、でもあるんですか。あ、ないだろ。トレーディングサイコ、サイコに種類なくない。誰が作ったサイコとかないでしょ。数字を誰が書いてるとかない、ないでしょ。おかしい、ないの。いいのにな。いやあるよね、そういうコレクターってやっぱりいるからね。コレクターなりたいよね、なんかのね。ああ。ワンピコレクターでしょ。ワンピカードだな、俺はもう。開封とかやっぱめっちゃするじゃん。昔はプロ野球カード。ああ、まあそういうめちゃくちゃ持ってるね。そういうことだよね、やっぱり。え、星さんの世代とかからもうあるんですか、そういうの。星さん入ってくださいよ。あ、そっか。なんでずっと俺だけ。なんで俺だけ。あ、あ、の、え、あった。なんか我々はもう遊戯王とか、その本当トレーディングカードゲーム、ゲームですよね。いわゆる子供の時にはあんまなかったかな。あプロ野球カードでね。あとサッカーカード不動あったね、サッカー。はい、あったね。あれ代表とか出ると買っちゃうもんね。あ代表シーズン、代表のやつになるからさ。あ、そうなんだ。だからその、あのビックリマンシールとか。あ、はい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 。だからそのお菓子を捨ててシールだけを、うん、持っていくみたいな、なんか一時期問題になったりとか。はいはいはい、今のもうインスタと一緒だから。そう、トレーディングカード、これあんまりなんか対戦系ってことなんかやっぱ我々の世代なイメージあるよね。あるね。まあもちろんあのギャザとかね、その海外のはもちろんあれだけど、うん、なんか小学生とか、ね、あったやったんだな今小学生とか。ポケモンカードとかやっぱポケカだろうね。まあもちろんワンピカードね、やってる子はやってるだろうけど、ポケカはまあすごいだろうね。すごい、クリスマスにポケカを買うね。あるよね、買うの多い。聞くとなんかめっちゃ100万とかするんでしょ、ポケカ。え、いやなんかするやつすごいって言うけどね。ビデオもなんかすごいプライズは1000万とか。初期のでしょ。初期とかでさらにすごいやつとか、うん、聞いたことあるよ、なんかそういうの。やばいな、何十年後とかだよね。だからまあもちろんそれを欲しい人がいればっちゃうんでしょ。このワンピだってありえんじゃないの。どうなんだろうね、何十年後、何十年後、ね、初期は大事だしね、しかもね、初期初期持ってんじゃん。まあでも初期のレアなやつとかそんな持ってないよ今。あれ鑑定できるじゃん、 PSA 鑑定ってやつできて。何それ。それで10がつくと、うん、もう価値が一気に上がる。何それ。綺麗なんですもん。ああそういうことか。あ、備品ってことね。備品、多分ワンピースも出てくるんじゃない、こっから。へ、そういう印鑑じゃないの。そうそうそう、へ、で、そういうのも入れてくれるの。え、もう BPSA10 ですよっていう、10がマックスなんだけど。それお店、お店なんだ、そういうのがあるんだよね、多分。資格カードあるわけじゃないっていう。そう、そう、カードのそういうトレーナーカード屋さんであるんだ。はい、やっぱあれなのかね。でも持ってこうコレクターっていうのはああいうの集めていくのに価値があるのかね、やっぱり。楽しいでしょうね、でもやっぱ ね、だまあ普通にあと投資目的とかもあるよね。ああ、もうカードは投資だとも言うよね。だからあの女性カードの値段が高くなるのはそういう理由らしい。女性のこういうレアカードがやっぱ値段つきやすいらしいんですよ。あ、そうなんでかっていうと、いや、そのなんて、ミドのヴィーナス、ミドのヴィーナスもうやっぱ高い。、ね、やっぱ高いよね。タロットカードとか。モナリザ、モナリザのとか高いよね。急に何の話。モナリザ高いもんね。モナリザ高い。モナリザにいくの、買えんの。買えないだろ。しかもあれトレーディングカードも知ってるからね。あんなでっかいデッキをシャッフルしますじゃね。買ってきゃよかったな。そんなそんな、昔よりやっぱ今の方が高い。昔とかそうじゃない、有名な、バンクシー、バンクシー、バンクシー、はいはい、バンクシーね。だからこの壁に書いてもらっても価値なんだから。なんだ、だから引っ越したらもう変わるよ。引っ越したら確かに。あ、もうね、塗り替えちゃうんだから。で、画家みたいなもんってことか、今もうカードが。あー、絵ってことは、まあまあ世界的にそうなってる。
まあね、まだワンピカードはまあそこまでなかったけど、まあ、ポケカとかもすごいことになってますよね。あるよね。すごいね。ね、保有してね、コレクターがね。コレクターっていうか投資家が寝かすんだよね、だから。で、投資家はゲームわかんないから、うん、とにかく高そうな女の子は値段が釣り上がるだろうっていうのを待って、うん、っていうのは聞いたことある。へぇー。いろんなの買い漁るんだ。そうね。うわぁ、何が上がるか分かんないから。それも確かにたまにカードゲームさん行くとなんか、もうちっちゃい、なんかわかんない、グッチなんかどっかのバッグ持って、なんか金のネックレスして、ね、すごいじゃん。みたいな、もうなんか黒ずくめで、カードの会社いいな。なんかそういう、こういうおじさんみたいなの見たことあるよ。カード屋さんに、これ絶対やってるでしょみたいな。絶対やってるよ。決めつけんなよ。決めつけんなよ。好きかもしんねえだろ。そういう人こそガチ勢だよ。そうだよ。ガチプレイヤーデュエリストかもしんないよ。本当にバイトで稼いだお金をやっと貯めてた。でかい人バンクとかこんなゴリゴリのやつでなんかくださいって。1枚だけください。六本木とか赤坂にいそうな人だったよ。バラ売りで1枚だけください。1枚だけ買えないから。パラレルじゃなくて普通のレアだって。いやそれはすごい、俺友達になりたい、その人。めっちゃ友達になりたい。だから俺はもうそれでちょっと判断しちゃったけどね。でもその人はなんか結構、もう結構これもっと安くなんないのみたいな、これなんだ、これ傷あるでしょみたいなのを言ってたから、だからもう分かんない、そうなんだと俺は判断しちゃった、まあ、これあるからもっと安くしてよって。だから多分安く買って高く売る目的なのかな。まあ、そういう人かもね。よくあの前フリマをやった時に、あの古着とかでさ、はいはい、そういう古着屋さんが来て、フリマって安いじゃん、はい、圧倒的に。でそこで買って、自分の古着の店で仕入れ先ってことだよね。それすごいね。そういうことだよね。だから一緒だよね。最高とか売れるんですか？最高。傷ありますけど。そんな高くねえじゃん。最高売れるんですか？サイコロ売りの星。サイコロ売りの星ね。プロサイコロニストね。難しいね、そういうのはね。投資家が参入した方が市場が拡大するっていうのもあるからね。なんかそうね、難しいよね、まあ、そこら辺のバランスはね、バンダイさんからしたらこれを買ってほしいからね、うん、そうね、カードショップの単品じゃなくてこれの方がいいじゃん。そうね、だからそれどうなるか分かんないね。だからそれが何年前かな、10年ぐらい前に父親に山崎のウイスキーをプレゼントしたの、うん、誕生日。うわ、それやばいっていうね。そ、山崎のウイスキーって今めちゃくちゃ高いの。なんで？もうウイスキーってなんか10年以上寝かしたりするんだよ。ああ、そうなんだ。だからなんかすごい日本のウイスキーが急に価値が上がっちゃったの。世界的に評価が高まったの。で世界のバイヤーがバンバン買って、美味しい美味しいってなって。そうしたら在庫がなくなって、じゃあ早く作んなきゃって言っても10年ぐらいかかっちゃうわけ。そうかそうかそうか。だから一気になくなったの、日本のウイスキーで。めっちゃ高いの今。めっちゃ高い。その時より高くなって。なんか聞いたら、その山崎だったら、線が普通に開いてて飲みかけのものでも出る。やばっ。じゃあこれでも出んだ。これドーン。これはドーン。飲みかけとかじゃない、もう飲み終わったカス入れてあるんだから。飲み終わったの。違う、氷とか入れてある。それでもいける。いけないいけない。ドンはもうあまりに余ったやつなんだから。飲んだ後、コップで飲んだ後の氷入れてると思うんだから。ちょっと味するかもぐらいで。ドンしかないんだから。おもろいね。あるかみ、この部屋の中にもまだあるかみ、腕のもの。この部屋はない。査定してもらおうよ。物ないんだから。あ、そうか。物ないんだよ。そんなないの。おっさんのお父さんは飲んじゃったんですか？いや、飲んでない。まだ開いてない。すごいんじゃない？めっちゃいいじゃん。飲んだら。別にね、邪魔すごいっすね。まあまあ、何百万とかのレベルじゃない。あ、何百万とかじゃないんだ。そういう感じじゃない。数万とかのイメージ。数万とかね。もっとね、数千万とか。だって今あれでしょ、スラダン効果でさ、三井のひさしっていうお酒が鬼売れてんでしょ。そう、俺もニュースで見て、もともとミッチーの名前ってその三井の久しじゃなくて、三井久し、そうそう、あれなんか読み方違うんだって。あ、忘れちゃったな。三井の寿だったかな。あっていうやつで、あ、そうそう。でそこを先生がそっから名前取ったんだって。あ、逆にね。そうそう、もともとそれがもう、あ、そういうことか。あれですって、モデルですって言って、ね、だからそれもお酒もコラボして、ラベルがもうスラダンの香りじゃん。だから中国からもうこっちまで来て買いに来る人がいて、もう大変ですってなってた。
で作りたいけどお米が足りなくて作れないんです。うわそういうの先に分かったな。そうニュースになってた、ね、ちょっと調べて頼むよ。何のために集英社行ってんの。私ワンピースなの。インサイダー的にこっちに情報くださいよ。そんなインサイダーやだな。なんかやだな。そんなインサイダーいいよ。そんなインサイダーやだな。なんかせめて株とかでやってほしいな。なんかそんなインサイダーそんなの捕まるからダメだよ。ダメだよね。ダメよ。やさ逮捕が出るんだよ。橋健太郎裏返しがインサイダーに逮捕はやだよ。ちょうだせえよ裏返しがインサイダーしてた。何でしょインサイダー逮捕は。やんでくださいよ本当に。はい。という感じでした。うん、なのでまたファンピカードあげます。まあ第4弾これ上がってる時はもう下手したら開けてるかもしれないけどね。そうね。うんうん、いや第4弾マジで楽しみだな、うん、本当にやっぱ診断が出るときって本当に楽しみ、うん、こんなに人生が楽しくなるなんてサタダレさえ楽しかった人生がもっと楽しくなるんだもうねニヤニヤ止まんない時期でこれからねまた動画あげますんで、うん、よろしくお願いします、はい、おしまい。お願いします。チャンネル登録。